いやただアキチェンバスはなかなか本当に激しい守備していきますからね。そうですね、はい、さあベクトン、さあ第1クォーターでベクトンは8ポイント、ね、はい、まあ、そして横浜川村も入ってきています。アキチェンバースの3ポイント、いやアキチェンバース決めてきました、はい、やはり存在感ありますね、川村アタックパス、アキチェンバースコーナー3、これがいいアシスト、そしていい得点につながりました。チェンバース選手のタイムアウトですね。生原パス、アキチェンバース、まあ、少しミスマッチになっているところ、アキチェンバース、これシュートだったんですけどね、はい、森川からパス、アキチェンバース、中に入ってきた秋山、逆サイドに流れましたが、ここはアウダー、